こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は Amazon で物が売れる仕組みというか、カート取得をすると売れるということのおさらいです。まず、Amazon のこれパソコンでね、商品を検索した画面ですけど、ここにまずデカデカと Add to Cart というこの、タグ、ボタンがあります。で、通常ね、Amazon で買い物する人の、おそらく半分ぐらいはここをポチッと押します。ものによってね、ほとんどの人がここを押して買い物する、パターンと、こっちを押してね、こっちをクリックして見比べて買うパターンとそれぞれありますけど、普通に考えて、ここを押して買う人は、もっと安いのあるかなとか、なんとか考えずにね、別に、普通に買ってくれると。安いだ、高いだ、あまり気にしない普通のいいお客さんだということが言えます。そういうお客さんを中心に、Amazon 輸出、転売アカデミーのノウハウが組み立ててます。で、ここでですね、このアドカートをいかに取るかという話をしたんですけど、根本的な、勘違いをしている方がいらっしゃったことを、発見しました。このアドカートを押すとですね、今回の場合は、これは Amazon が、ね、売ってる商品です。で、Amazon が売ってる、ここを押すと Amazon の商品が買えると。ここを押すと、ここに出てる人たちで、注文をシェアし合うわけじゃないです。ここに載ってる人たち4人で、あるいは、この中に隠れてる人も、稀に出ることありますけど、基本的にはね、Amazon 本体がいるときには、Amazon が在庫切れになるまで Amazon がここを取ってると。Amazon がいない場合は、ここの人たちで、それぞれポイントによって、順繰りに、ね、ここに来る順番を待っているという仕組みになっています。決してここを押した人の注文を勝手に Amazon が振り分けているわけじゃなくてですね、あくまでお客さんは誰から買うかを選んで、そのボタンを押した場合に誰かの商品が売れていると。で、通常はこの一番でかいボタンが押されますし、スマホで出てくるのはこの画面を撮っている人が基本的に出てきます。ですので、このボタンを取るというのが基本的戦略でですね、決して何かをやってるとうまいこと振り分けられるということじゃないんで、その辺は大前提として覚えておいてください。以上、天文アカデミー堀秀夫でした。